皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。しぶひです。はい、ということでやってきました。最近ね、そうランク200に上がったんですよ。ちょっと小話させてね。でね、これ今第6宇宙のイベント来てたじゃないですか。また来てんのかな。うんで、これが新しいやつよね。これをねちょっとねぐる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 回って全部のキャラを UR 読貫させて、なおかつ、覚醒もねマックスにしたいなっていうふうに、それでちょっとね第6宇宙のねメンツでやらせてもらってるんですけども、自分が持ってる範囲でできるのかね、ちょっとこの辺だから、これ強いんだけどね、ちょっとね微妙かな、これ辺がな。はい、ということで極限読貫フェス回していきたいんですが、50連分あるんだけども、それよりもね前回もやったんですが、この辺ねドッカンフェスのねやっぱりね欲しいんだよヒット。フレンドワークの人で連れてったんだけど、むちゃくちゃかっこいいんだよね、必殺技が。時飛ばし、時飛ばしっていう名前じゃないか、時の牢獄だっけ、なんかそんなの。まあいいや、とりあえずこっち引いてみますね。いきますよ。近場近だとついいかないね。ビーデル。ターレスじゃねえやアグってなっちゃうんだよな。ご飯でしょ。いっぱい打ってるよね。小田裕二さん。小田裕二さん分かるね。ご飯。寄ってるね、寄ってるね。寄っちゃってるね。あれ、こっちの方のフリーザって持ってなかったんじゃないかな。多分持ってなかったはず。持ってたかな。ご飯でしょ。GT ね。これ結構いるんだよな。まあこのコインでねいろいろ引けるっていうのはねよかろうて。で50連引けんだけど、こっち30連だが430連、これ俺は言うてるよ。30連ぐらい引いてヒット当てないんだ、やっぱりな。自分持ってるヒットが違う属性のやつなんだよね。はいはい、これいいじゃん。ええやん。こっちは持ってなかったな、もう地属性のスーパーゴジータって。ちょっとねまだ使えるか使えない、俺じゃねえかよ、俺が鉄拳の併発じゃねえかよ。同じ格好だね。同じだね。もうポージング一緒なんかすぐ上がっちゃうんだよな。手じゃん。これよくねえか。これでしょ。そうだよね。スラックってどうなんですか。これが今12、こっちまで来てたんで、これでしょ今言われてんの。これやね、こっちになるよってやつでしょ。そうですよね。これのねイベントもちょっとゴリゴリやりたいな。今34だから、潜在能力解放はマックスできんのか。ちょっと本当朝知恵で申し訳ないですね。朝知恵でやってんじゃねえよって言うかもしれないけど、ちょっとそこご了承ください。申し訳ないです。とりあえず今このゴール振り来たんで、やっぱドッカンフェス当てたいっす僕は。ヒット第6宇宙好きなんだよ。来たじゃん。もうあれだってノッツだもんね。サタンパイセンがおおお、やっぱり引いといてよかった。いやー、いい一日だよね。うん、はい、GT の方ね。いや、びっくりした。なんか LR のキャラを引けたぐらい今ちょっと嬉しい、非常に嬉しいですよ。あ、俺の唇似てんね。あ、このさ、このメタルクーラー持ってなかったよね。え、このビルス様も持ってない？まあいいや。これっすよ。ちょっとクーラー持ってないかどうか確認して。これ持ってないよね。ああ、そう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 。これよかったよかった。とヒットええやん。このイベントね、結構難しいんだけどね、やろうと思った今、ちゃんと。うん。でも肝心な、あれですね。フロストさんが来てないですね。この中に来るでしょ。あともうバラの右出てくりゃもう終わりですよ。この組み合わせってどうなのかな、いいのかな悪いのかな、全部の組み合わせ把握できてないからさ、あれなんですけど。あ、パリーン行ったね、ウォッターもね。あ、そうだそうだ、なんかこの辺もあれだよね。ああ、いいじゃないですか。シャンパーかぶってない。4体持ってなかったっけな、3体かな。あ、飛ばしちゃった、フロストこれ好きなんだよな俺、曲げた超メンタル弱いっていうね。はい、次。あ、はい、あ、艦長、艦長。はい、艦長ですね。人差し指折れちゃうよ、これ。あ、これあれだよね。コラボのやつでしょ。コラボって言っちゃいけねえのか。フュージョンズ。はい。ということで、今回はですね、まあ、こっちをまあ、30連、ドッカンフェス、極限ドッカンフェス引いて、まあ、フリーザ出て、よかったかなっていうのと、まあ、ヒット。ここがね、嬉しかったな本当に。うん、ということで、ここからいろいろね、大乱戦やらやれやれ言われてる難しいやつに挑んでみたいなと思います。はい、以上しもひでした。みんなバイバイ。